お前、見えとるんか？なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの空の一壺で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄を、あんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなよ。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命じゃない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せえ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一粒を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅんか。お金なら払える。10億で足りる？もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。誠、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。行くで。
足元気ぃつけや。まだよう見えてへんのやろ。よう、そんなんで街中歩けたな。怪我してへんか？大丈夫だから。寒いな。こら、雪でも降るんちゃうか？ 50% だって。え？雪の確率、天気予報で言ってた。そっか。どういうこっちゃ？どうかしたの？あのよ、たこ焼き屋に人がめっちゃ並んどる。そう。例えば私、さっき屋台を見かけたか。屋台って、たこ焼きんか？多分、匂いがそんな感じだったから。どこで見たいの？なんか、広場みたいなところ。周りに大きな建物がいっぱいあった。この辺りで広場言うたら、劇場前広場やろうか。ほな、そっちに行ってみようか。ありがとう。ん？走らないでくれて。なあ、気にすんなや。ただちょっと走り疲れただけや。せやからちゃんとはぐれんでついてきや。うん。そうか。ほな探してみるか。ねえ、やっぱりたこ焼きなんていいって。私一人で平気だから。時間かかってすまへんな。せやけど、まずはたこ焼き食ってからやで。約束してやる。ねえ、どうですか？段差気ぃつけや。二つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。うるさい。いい人じゃない、ね。グダグダ言うとらんとさっさと焼け。いい人です。私なんかのために大変な目にあっても
まだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。ごちそうさま。大阪にも負けてないね、カムロ町のたこ焼き。ああ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうことや。そうだね。どうやって堂島組に復讐する気なんやお前。教えない。アホな真似はよせや。それにもし俺が手伝ったとしても、組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんだ。その場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんのよ。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて、私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。まあ、もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。すぐ戻ってくるわ。ちょ、待っとけ。早く食べたい。早く食べたいな、たこい。よろしく。おお。おっと。おっと、ちょっと。あんちゃん。ああ、たこ焼きくれや。何言うとるんやお前。さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててね。何やと。その子もあんたの名前知らねえっつうから、たこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんはマコトって名乗ってたけど、伝言の相手あんたでいいんだよな。あのアホ。明日の5時空の一坪の上にあった屋上に来てって。そんだけ伝えたらあんたにはわかるって言ってたけど。明日5時屋上。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれてさ。さっさと持ってけ。
ごちそうさん。ちょっとそがら行くぜ。てめえだよ。俺にもくれ。ちょっとちょっと行くぜ。どこほっつき歩いとんねん、まこと。どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組、うちの雇った鬼人会。てめえのおかげでさんざ下手うってな、仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を手間かけさせやがって。いい加減目障りだぜ。誠はどないした。あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな、丁重にお迎えしてやったよ。なんやと。あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。しつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うんや。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや！Yahoo!
他の門に聞く。その前にお前には死んでもらうけどな。はよいや。六本木セバスチャンビルの展望テラスだ。親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった渋沢、次期若頭これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、空の一つぼの件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地
私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か。お金はいくらでも結構です。ただし、これまで殻の一壺に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。誰か来るぞ。あ、一人か。誰だありゃ。まじめ。渋沢組が始末したんじゃねえのか。まじめ、止まれこれ。うっさいわボケ。お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやで。さっさとどかんかい、ボケが。Thank you.
に送ったぜ。ぶっ殺したぜ。生きとる。おい誠、聞こえるか？しっかりせえ。おい、俺が分からんのか？返事せえや誠。ごめんなさい。私だけじゃ、ね、何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を3つ、
私の前に並べてください。堂島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと、俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うに言った、あの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一つぼは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば、土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。女子供だろうがヤクザを舐めちゃいけねえな。私は本当にバカだって世間知らずだから、殻の一壺があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。マジマ、セロ、何があった？撃たれてる。すぐに運べ。この人を死なせるな。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。誠、おい聞こえるか。死んな、死ぬんやない。復讐でも何でもお前の望みは俺が叶えとるから。